確かに首都では何度かご一緒していますが。以前ロンライでご一緒した時よりも少し背が伸びられたようですね。そうでしょうか。自分では分かりませんけど。まだ13、いえもうすぐ14歳ですか。私には眩しいばかりです。生身だったとしても成人を過ぎると成長著しくとはいきませんから。そういうものですか。それまでに私自身ちゃんと答えを出せるのかな。フェリ様、いえいえ何でもないんです。それよりリゼットさん、ぜひ教えていただけないでしょうか。アニエスさんやリゼットさんのようになるためにはどんな努力をすれば。これも思春期でしょうか。さあ、長湯はほどほどにして、せっかくの機会だ。我慢勝負はもういい？あれ、もう上がっちゃうのかい？どういう？なんで嫌がる？せっかくだからご一緒させてもらおうかと思ったんだけど。あれ、なんでそんなに驚いてるんだい？いやまさかこっちだと婚約が一般的じゃなかったなんて。でもまあバンたちしかいなかったから別にいいよね。
フィッシングポイントのようです。ちょっといいか。